組み立て、はい、タイヤ入れ替えました。ブレーキ、でもせっかくだからこの状態でブレーキをちょっとね、はい、やりやすいから、ホイールない方がね、まさかね、ディオゼックスとね、同じキャリパーとは思わなかった。まるっきり一緒、うん、でもここにあれが入ってますね、このなんていうんですか、ちょっとだけ出して、ね、きれい、さすがにきれいだよ、このキャリパー面白い。ピンが裏側からネジ止めはいいんだけど、やりづらいな、サポートついてると。さらに、しかもこれ真ん中で外せなかったら回せないじゃん。これはね、落として、そしてこのパッドスプリングのところに、パッドスプリングじゃないや、パッドピンにこの緩み止めがついてるんですよね、これね、これが面白いですよね、まあ、緩まないようにっていう、まあ分かるんですけど、しかも裏側からやるからやりづらいですよね。これディオとかだったらどうなんだろう、ついてなかった、このあれは確か記憶にない、パッドスプリングちょっと薄くなった、滑りをじゃなくて錆びないように、多分錆びると思うんで、これが後輩かな、後輩かこうか、当たり目はここで、あとここね、はい、ですよね、一応当たらないね、ここだけだ、で、面白い作りだ、いろんなのがあるんでね、パッドスプリング、パッドフィール脱着すごい大変じゃんと思うんですけど、どうなんですかね、閉めた後にかしめるんだよ、そのシステムがいまいちよく分からない、なんでこんな作りになってるのか、やりづらくてしょうがないんじゃないですか、どうやってやるんだろう、ホイールによってはこれはスポークホイールでスカスカだから反対側から入りますけど、どうするんだろうね、かしめるのも大変で、そしたらですね、これね、とりあえずこれはできたんで、ちょっとこれ一回もう一回ね、かぶせてね、パッドがすごい硬いパッドがついてる、これこうだね、こういうわけですね、ホイール通しは通せなくなっちゃう、やばい、危ないね、でグリスはもうベタベタで打たれたら問題ないと、でこっちは問題ないですよね、これはここにこう入るだけなんで ね、はい、
外すときはちょっと危険を犯してしまったんですけど、養生しないでだったらね、危ない。ブレーキディスク当たっちゃったらね、切れになっちゃうね。もう今、テープ貼ってあるからね、4日からすることは可能か。これ、こっちからなんだよね。で、おっとっと。スッて入りました。いいかな。よし、じゃあ閉めますか。いやいやいや、緊張、緊張しますね。やっぱりね、ちょっとね、ミスったかな、気をつけたとか言ったら、ね、新車だ。新車の状態で常に変えなきゃいけないっていうね、この作りですよね。こうか。これホイールないのかな。ホイールなど周りの目ないもんね。これがあるんですよ、ガイド、うん、これが止まるんで、ガイドの位置が決まってるんですよね。こうなんだよね。だからちょうどそこ通る、ここね。落ちた。で、切ったしね、こうか、こうだね。位置が決まってるんで、突起が、だからやっぱこの向きですね、大丈夫ですね。そしたら閉めましょう。よっ。もうちょっと、まあね、はい、ちょっとこれ傾ければホイールが多分ね、スムーズ。見なかったけど大丈夫、上がってますね。さて、そしたら一回ジャッキは押す、はい、そしてキャリパーをやりますね、戻しますね、はい。これね、樹脂なの、いいねいいねって言うんですけど、樹脂だったらほら外してその辺に変えといても傷つかないじゃないですかね。金具だとね、あとですね、これね、よくオフ車だとこういう止め方ね、ホースの通し方で、でこう止まって、こうクランプで止まってるんですけど、あそこ金具でこう締めると、まれに穴が開いてるやつがあります。ホースがそこでね、こうなんか潰れちゃって、はい、持っちゃう、そっから、うん、過去にありましたね、持っちゃってるのね。あれあれはレイドだった。あ、どっかのメーカーだか、それ多いなあ、そこのメーカーもなあ、なんかね、怒られちゃうからね。結
ありますよ、いろんなのが。ナチュラルミーカーをどうのこうの言うつもりはナッシングですけどね。あのメジオク乗ってないですね。最初サポート外そうかなと思ってキャップを外したんですけど、まあ、いらないですかね。まあ普通に動くので。スプロケットの交換と、その他、が含まれてますね。ちょっと時間がありますよね、うん、だから外して、やっぱりパッとやらないとね。でこれねジャッキアップして、ジャッキアップしたまま置いといたらオイル持ったジャッキがこの間、大して上げてないんですけど、あのスクーターのだって前だから、うん、軽くねさせてるだけだったのに、あの持ってましたね。だから言わずずっとかけっぱなしダメだね。そうダメなんですよね。まあ、うん、あともちろんあの年数も経ってるけど、うん、これねこれ外して、うん、でやると、まあ、少しずつですね、うん、少しずつやらせていただく感じです、はい、ということで、トロジャン納車整備、少しずつ着々と進んでございます。はい。